裸の島は1960年11月23日公開の日本映画である近代映画協会制作配給監督、脚本、制作は新藤兼ねとモノクロシネマスコープ95分経営危機にあった近代映画協会の解散記念作品としてキャスト4人、スタッフ11人で瀬戸内海にある スクネ島でロケを観光、撮影期間1ヶ月、500万円の低予算で制作された。セリフを排した実験的な作品で、孤島で自給自足の生活を行う4人の家族の葛藤を描いている。作品は、モスクワ国際映画祭グランプリをはじめ、数々の国際映画祭で受賞、世界60カ国以上で上映された。工業的にも成功し、 近代映画協会は解散を免れた。瀬戸内海に家族4人が住む、電気、ガス、水道がない周囲約500メートルの小島があった。島には、平地は、ほとんどなく、島の頂上あたりのわずかな平地に小屋を建て、ヤギやアヒルと共に住んでいる。島の斜面に春は麦、夏は、サツマイモを植え、生活の糧としていた。長男は、 小学2年生、次男は未就学であるが、両親を助け家事を手伝っている。夫婦の日課は、隣島まで小舟を漕いで、飲料と畑の作物のための水を汲みに行くことだった。隣島より桶に入れて、やぐらこぎ舟で運んだ水を、島の急斜面を天秤棒を担いで、運び上げるのである。時には、妻が誤って水をこぼしてしまうが、 夫は容赦なく妻を平手打ちにする。それほど厳しい生活が毎日繰り返される。このように農業には条件の悪い土地であるが、夫婦所有の土地ではなく、時代として農作物を収めている。ある日、子供たちが鯛を釣り上げた。家族4人が揃って笑顔を見せる。妻はよそ行きの衣装に着替え。 家族全員で巡航船に乗って、尾道の市街へ行き、タイを売って、普段では手に入らない、日用品を買ったり、また外食を楽しむこともできた。ある日、長男が高熱を出す。父が医者を探し、島まで連れてきたが、間に合わなかった。葬儀には、僧侶と、通学先の担任の先生と同級生が来て、遺体は島に埋葬される。葬儀が終わり。 家族にはまた日常の生活が繰り返される。しかし畑の作物に水をやっているとき、妻は突然桶の水をぶちまけ、狂ったように作物を引き抜き始める。そして大地に突っ伏して号泣する。夫は妻の心情を思いやり、ただ見ているだけであった。ほどなく妻は落ち着きを取り戻し、水やりを再開する。この家族にはこの土地で生きてゆくほかなく、 今日も明日もこの小島で生活してゆく。1962年、つまり映画公開2年後のスクネ島。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。新道兼戸監督の奇跡裸の島。ありがとうございます。